はい、お疲れ様です。レオナールの上かな、ドラクオンドラグーン1やっていきましょう。レオナールの上第6節。己の愚かさゆえに敵に隙を見せてしまったレオナール。ドラゴンはその愚かさを激しく叱責する。封印の無事を確認するためにカイムたちは森の奥へと向かった。ダメだよって、めっまあしょうがないけどね。ただね、この先戦っていくためにはね、そういう部分も捨てるというかね、乗り越えていかないといけないわけよね。ほんとなんかこのゲームでドラゴンとカイムぐらいかな、まともな。ああ、レオナールもね、レオナールは深く傷ついてるっていうぐらいで。じゃあ行っていきましょう。動けない。落とされた。この先は我が翼では行けない。あ、ほんま？お主の足で進んでくれ。オッケー。森の奥地に駐屯地を統括する重装騎馬部隊が集まっている。奴らを倒し、この地から帝国兵ども追い出せ。オッケー。封印は森の奥地で妖精に守られているはずだ。帝国の手が及ぶ前に見つけてくれ。頼むぞ。で、この武器がね、まあ攻撃力クソ低いんだけど、魔法がめちゃくちゃ強いんですよ。こうやってね。だからこれをね、これ使っていこうかな、今回は。まあ、最初からこれでやろうと思ってたわけじゃないんだけど、まあせっかくね、育てたし。強いでしょ、これ。で、森の奥地に駐屯地。うわ、めっちゃ奥じゃん。ゆっくり知らんねえな。じゃあ行こう。まあ別にこう。倒さなきゃいけないわけじゃないから。まあ邪魔なやつだけね。で、まあ、なるべく、ダッシュ好きとかはして、道中のね、MP ダメをしていかないと、どっかで、必要になった時に、危ない。こういう時危ないんだよな。さあ、お若者がちょいちょいいるね。で、この魔法のいいとこは燃費の良さもあって、こんなに強いのに、ゲージ半分でいいのかな、半分ぐらい。だからすごい強い割に連射できるっていう。いらぬ戦いを申し訳ありません。いえいえ、いいよいいよ、しょうがない。のほどを知らぬ情けをかけるのは人間の悪い癖だな。そうだね、ドラゴンもね、そんな言わないで。はい、そんなにこう大変ではないな。おお、バリスタだ。嫌いなんだよな、あれ。で、なんだっけ。で、まあこのゲームのいいところは、こう武器レベルが上がって、魔法の威力が上がっても、なんだ、求められる魔法のMP の量が変わらないから、それはすごくいいよね。それね、え、遅っ。やっぱ威力上がっちゃうと、その分魔力消費量も上がっちゃうと思うからね。まあそこら辺はいいっすよね。危ない。はい、あれ？行き止まり？違うか。あららら、ら、見づら。重装騎馬部隊。ちょっとバリスタ。
バリッサ。ああ、バリッサ。いや、魔法でも倒せないんか、一発で。きついな、これ。はい。危ない。はい。確実に、縛っていきましょう。危ない。ちょっと待って。待って。190はすごいな。えい。さあ、魔法で。連続ダメージいいね。で、結構いるな。ほい。さあ。ほい。オッケー。もう勝手にやっといてくれる。ありがたいね。ちょっと待って。で、ラスト3体。すげえ、勝手にやっといてくれる。あざす。半分じゃな、あと。オッケー。あれ？また出てきた？まあいいか。あと3体。魔法足んなくなってきたな。はい。はい。危ない。オッケー。あ、で、あっちね。全滅した森の口で妖精に守られている封印を目指せ。オッケー、行こう。宝箱とか出てないよね。はい。今まで全然使ってこなかったけど、この杖めっちゃ強いね。賢者の石。俺だったらこの先には行かないね、バーカ。うるせえよ。レオナールの上第7節。森の最深部には封印を守る妖精の長がいた。その口から吐き出される汚れた言葉から、カイムたちは砂漠にいる女神フリアエたちの危機を知る。汚れた言葉。何、妖精はみんな口が悪いの？すみません。なぜいらぬ情けをかける。それは言えねえよな。いつだって本当のことは言えねえんだよな。秘密。今ここで死なせてくれ。はあ、何言ってんの。もしもし、あなた死ねなかったんですよね。ためらい傷バリバリ。やだな、俺と一緒に生きてくれるって約束したじゃないですか、お兄さん。俺もう一人じゃ生きられない体なんですよ。契約ね、契約。お願いします。お主まさか。いやいや、特に名乗るほどのものでは。ただ私は臭くて野蛮なあんたたちにこれ以上この森にいてほしくないだけでして。ほほう、こりゃ失敬。一応王者としてはね、言うべきことを言わないと。フェアリーの王者か。
燃えた木は元に戻らないんですよね。人間一人死んだってろくな肥料にならんが、木は森を作る骨組みでしてね。はい、脅すならよそは誰、付き合ってられんわ。はは、脅すなんてそんな、とんだ邪推ってもんですな。ドラゴン様ほど位が高いとさぞかし複雑なことをお考えないようで、人間とじゃれ合うのも一つの作戦なのかと、過当なものにやられるのも今日の一つかと。うせよ。こりゃ失敬、図星は痛いもんですからね。それはそうと砂漠は暑いですね。死体の鎖も早いでしょうな。砂漠、砂漠がどうかしたのですか。おっと、こりゃ口が滑った。いや、言えませんよ。新艦長一行が間抜け面並べてあっさり襲われたなんてね。あんたらのお仲間の無事も定かじゃない、いい君だなんてね。カイム、砂漠へ急げ。みんな死ねばいいのに、なんてそんなとてもとても滅相もなくて言えませんってば。おおおおお、はい、よくわかんないけど、この世界のフェアリーはとにかく口が汚いと、口が悪いということらしいですね。第三章。これ今どういう状態だ？第三章第四節。ちょっと待ってね。ミルドレとリューワルトは捕らえられたか。はい、私をかばって。そうさな、捕虜収容所が近くにあるはずだ。そこを潰すのが一番確実な救助方法だろう。私なら大丈夫です、女神ですから。兄さん、早くベルドレとあの人を助けてあげて。見たことあるような気めっちゃすんだけど、ちょっとまだ戻れないからね、進めてみましょうか。コーンブライト敵味方の区別がつかんだ。見たな、これで戻っちゃうのか、本流に、本流本筋。だね、戻ったね。これ黄色が、今や最後にやったとこ、プレイしたミッションというかストーリーだから、まあこれはいいとして、このね、レオナールの上からもういつも上っていうのいや、レオナールの木でいいや、からこれどうやって元々の流れ行ってたんだっけ。なんかこう、ここに来たのは覚えてんだよね。妖精の谷は魔物の巣窟と化していた。奥地を目指せ。で、奥地に、レオナールと会ったのかな？で、ここでなんか声が途切れたみたいなのを、レッドドラゴンが言ってたような気がすんだよね。で、危ないから行こうつって行ったと。で、今回の分岐では、どこだっけ？あれ？どれだ？五節か。あ、この漢字のね、五節ね。こっから、分岐して、レオナールの木に行って、フェアリーの長から教えられて、
こっちに行くと。どういう見方をすればいいのかな。で、関数字と数字で分けられてるんだよね、この節って文字が。だから、まあ、分岐でいいよね、単純に。一つの話にするんじゃなくて、まあ、こういう流れもあったっていうことで考えればいいと思うんだよね。で、まあ、基本は数字の方を見てればいいと思うけど、まあ、関数字の方でも流れがあるよっていうことで。はい。じゃあやっていこうか。次ね、オレンジを潰していく今流れなんで、数字の9。で、漢字。ここも分岐があったんだね。で、これ見る限り、もしかしたら分岐の分かれる方に行っちゃったのかな、俺。はい、じゃあこのね、第2章工作の第9節、偽りの国をやっていきましょう。これまたね、説明が入ると思うんですけども、赤く光る死体の目、疑問と焦燥が募る中、ベルドレの声が途切れた。やっていきましょう。早い早い。エルフたちはどこか別の場所に運ばれてしまったか。帝国軍の目的、我が知るはずなかろう。人間の考えはあまりに小すぎて想像もつかぬわ。赤い目がどうかしたか。ヴェルドレ、声が途切れたぞ。砂漠へ急ぐがよい。女神にも危険が迫っておるかもしれぬ。なるほど。今戻っちゃったけど、今いろんな分岐から結局ここに行く流れを見たね。9節の数字の方ね。はいはいはい。なんだこれ、どうだったんだっけな。まあ、敵を倒した時にこう、レッドドラゴンが声が途切れたぞって言っていくやつね。こっちもそうだったんじゃないかな。ま、別の分岐、あ、これか。この2つか。ここで、漢字の方だと、地元民がなんか、助けてくれ、みたいな感じで来て、カイムがね、足毛にしちゃうみたいなイベントがあったんでね。で、数字の方だと、それがなく、ただ声が途切れたっていうのが聞こえるっていう、まあそういう分岐だね。はいはいはい。で、ここに繋がると。オッケーオッケー。じゃあ、第3章開口の、ここね、第4節。ここも分岐か。本当はなんだ？ベルドレとの出会い。捕虜収容所だっけな？ここに行ったんだよね。いた、ベルドレと出会って、精霊は砂漠の神殿の封印が破られたことを告げる。一同の前に次なる封印、海の神殿への道が示された。ああ、これ。海の神殿だから、新しい場所だね。また分岐だよね。で、多分どっかの流れに戻るとは思うんだけど、まあ、分岐行ってみましょうか。なんだっけ？読んでなかった。この連中の中にベルドレがいるはずだ。ダメかと思ってました。助けてくれてありがとうございます。いいよ。帝国軍の奴らはまるで何かに取り憑かれてるようですよ。あの目。あなたは命の恩人です。次に連帯を組むときはぜひ私を入れてください。オッケー。これ読んだな。
試合行こう。おお、そなたが皆無か。はじめまして。ウェルドレ、お主に何か知ってることがあろう。答えよ、今何が起きているのだ。帝国軍は国への介入に飽き足らず、もっと根本的なところから想像し直そうとしているようです。世界か。はい、封印が全て解けた時に出現すると言われている再生の卵、彼らの狙いはそれでしょう。だから最終封印である女神の命まで。再生の卵だと？真実を都合の良い神話に歪めるのは人間のもの悪い癖だ。ん？帝国軍の聖地破壊を止めてくれぬか。封印を解いて世界が無事なはずがない。まして神殿の封印が一つ破られるごとに女神の負荷をますます重くなるのだ。おお、そんな。帝国軍とて人の子、慈悲をもって穏便に。この男に説教は無駄だ。世界がどうなるかより己の恨みをどう晴らすかで頭がいっぱいらしい。神よ、哀れな子供らに祝福を。祈る者と殺す者に何の違いがあろう。一皮むけば人間など皆失われて愚劣よ。お、こっからだね。無駄だ。それはどういう。砂漠の神殿の封印はすでに破られた。そなたらは何を感じぬのですか。嘘だ、封印が破られるなんて。おー、分岐。砂漠の神殿は、なんだっけな、亡霊が湧いて出てたとこだよね。うん。まあ、結局ここもね、カイムが、もともとの流れでは、砂漠の神殿行って、戦うんだけど破られちゃうんだよね。で、今の、話だともう破られたと。で、多分、このまま行ったらまだ破られてなくて、そのまま頑張って戦うけど破られるっていう流れになると思うんだよね。で、まあ、海の神殿、新しい場所ね。行きましょう。第3章第4節？ん？合ってる？これ。封印の破壊と女神殺害を目論んでいた。さらにアリオーシュの情報によって砂漠の神殿にある封印が破壊されてしまったことが判明した今、一行は残された海の神殿へと向かう。一方、イウバルとはどことも知れぬ帝国の牢獄に囚われていた。それに語りかける声は天使の教会の、ああ、おっさんだね。オッケー、行こう。ああ。俺に力があれば。これまた見るのか。ああ、なるほど。キャラクターごとの分岐ってことかな。さっきは、さっきというか、これまでは、レオナールのキーだっけ？あれねえぞ。どこだっけ？ねえな。まあ、どっかにあると思うんだけど、これまではね、レオナールのやつやってたんだけど、今度はアリオーシュに分岐する感じですね。はい、じゃあやっていこう。アリオーシュの木第一節。砂漠の神殿の破壊を知ったカイムたちは残る海の神殿へと向かう。そこで見たものは帝国の船団が何の罪もない子供たちを海に捨てるという非道な行為だった。許せない。許す、マジ。さあ、アリオーシュ使っていこう。この危ない女性ね。
悲しみの棘、精霊の血。危ねえな。ただね、声優さんめっちゃ好きなんですよ、ね、この人。まあね、やっていこう。封印を守る者は大勢いよ。しかし最後まで守りに行く者は少ない。急ぐのだ。なんかいちいち、お姫、なんとむごいこと。小さく物を弱き存在と思うは皆同じ。故に守るか捨てるか、その違いよ。子供たちは封印を守ってから考えろ。ああ、ドラゴン戦じゃないんだ。あ、ドラゴン戦か。誘拐された後、無用になった子供たちが捨てられているのか。神聖なる神殿を犯す帝国ども、これ以上の冒涜は許すな。すべて移送してしまえ。説明が起こってんな。やっていこう。有吉はちょっとまだ使えないね。なんとむごい。なんだろうね、レッドドラゴンの説明。はい、急いで倒さないと、あの女も子供たちも命が危ないぞ。女、ああ、OK。おいしいものはどれ？違う、おいしいものはないよ。で、レッドドラゴンね、なかなか言わせてくれないんだもん、みんな。深いよね、いちいち。本当に。なんだっけな、もうちょっと忘れちゃった。でもなんか、後でいちいち考えたくなるような、ね、お話だよね。はい。あ、封印を守る者は大勢いるけども、最後まで守る者は少ないか。まあね。一掃すれば、女も子供も助けられぬ。急ぐぞ、カイン。はい。あれ？あ、そっかそっか。レッドドラゴン、これ第一形態だ。かてえな。さあ、当たってない。さあさあ、大魔法使っていこうか。ほい。え、ダメ？なんだこれ、連続では効かないようになってんのかな。多分そうだね。ほい。エルフの子供たちが多数。アリオーシュの心が乱れても仕方はないが、アリオーシュはエルフなんだっけ。だから待って、当たってる、これ当たってるけど、あ、効いてないのか、ほとんど。なるほど。はいはいはい。オッケー。なんかいるぞ。さあ、大魔法使っていこう。私の子供たち、待ってて、今行くわ。あの女、子供を助けるつもりはないらしい。ないの？ないの？え、ないの？どういうこと？てか、なんでわかったの？まあ、あの感じで、ねえ、確かに。
助けるとは思えないとは思うけどね。おい、避けるね。当たった。単発撃ちなら一発かな。おい、一発ではないけど。さあ、あとはお前らです。かわいい、かわいい子供たち。アリオーシュ、そなたのような不安定な存在を放っておくことなどできない。子供に対してすごい執着があるのかな。ねえ。ほい。ほい。まだ？オッケー。アリオーシュ、アリオーシュ、まさか子供たちを。ん？アリオーシュがやばいね。ってことで今回以上です。ありがとうございました。